1984年、スペースシャトルチャレンジャー号による STS-41B ミッションで人類初の命綱なしの船外活動を行ったブルース・マッカンドレス飛行士。有人操縦ユニットを使用して宇宙遊泳を行っている。宇宙飛行士とは、地球の大気圏外において、宇宙船の操縦や科学実験などの業務を行う人員。 観光目的の宇宙飛行関係者とは区別される。秋山豊 a ナサでの森守るアメリカ軍の宇宙飛行士気象ロシアで宇宙飛行士訓練をした宇宙飛行士をコスモノート、アメリカ合衆国で訓練をしたものをアストロノート、中国で訓練をしたものを太鼓ノートという。そのため、アメリカ人であってもアストロノートとコスモノートがいる。ちなみに、 アメリカ人初のコスモノートは、ソユーズ TM-11 に登場したノーマン、サガード宇宙飛行である。日本人初のコスモノートは、秋山豊宏、日本人初のアストロノートは、モーリー守である。ロシアやアメリカではそれぞれ宇宙飛行士の資格を設けているが、宇宙飛行士であるかどうか世界に共通するような厳密な規定や定義はない。今のところは、 一度でも宇宙に行った人が宇宙飛行士であるとしているようであるが何が宇宙飛行であるかの判断には幅がある。例えばロシアは衛星ミサイル、衛星爆弾は軌道を一周しなければ宇宙方に停触しないとの立場をとっているが有人飛行については弾道飛行も宇宙飛行であるとしている。日本人に関しての報道ではかつての宇宙開発事業団や 同事業団が、東京大学宇宙科学研究所、科学技術庁航空宇宙技術研究所と統合した弱殺所属の飛行士を、宇宙飛行士と主に指す。また、ロシアのソユーズロケットに登場し日本人初の、宇宙飛行を果たした TBS テレビの記者秋山、豊弘、また、その補欠であった、菊池良子の両飛行士は、 旧ソ連宇宙飛行士資格を取得しているため、現在もソユーズ宇宙船に乗る資格がある。国際航空連盟では、カーマンラインと呼ばれる、海抜高度 100km 以上、アメリカ軍では50回り、アメリカ連邦航空局では 80km 以上の航空を宇宙空間と定義する。アメリカ軍では定義以上の高度を飛行した機体の前、搭乗員に、 宇宙飛行式賞を授与している。初期の宇宙飛行では、無事に帰ってくることが最優先され、過酷な打ち上げに耐える体力と不足の事態への対処能力が重視されたことから、主に軍の戦闘機パイロットやテストパイロットから選抜されていた。近年では科学研究が主体になり、研究者が訓練を受けて宇宙飛行士になるケースが多いが、船長や操縦士として、 パイロットが選抜されている。またロボットアームの操作には、パイロットとしてのセンスが役に立つとされる。なお過去に何人かの宇宙飛行士が飛行任務中の事故で殉職しているが、多くは打ち上げ時か大気圏再突入時の事故によるもので、厳密に宇宙空間で死亡した人間は、ソユーズ11号の空気漏れ事故で失速死した3人の搭乗員のみである。 最近のスペースシャトルなどの運用にあたっては、下記の4つに業務が分かれている。昨今、行われるようになった宇宙旅行などで運用に関係のない搭乗者にも故障が与えられている。精神医学を専門とするカリフォルニア大学サンフランシスコ校のニック・カナス教授はニューヨークタイムズ誌で以下のようなことを指摘した。燃えつき症候群の例としては、 アポロ11号で人類として初めて月に到達したエドウィン・オルドリンは地球帰還後にうつ病を患ったことが挙げられる。また、感情や人間関係の問題に必ずしも上手に対処できるわけではない例としてはリサのワックの事例がある。宇宙飛行士は重力の影響を受けない環境に長期間さらされるため任務を続ける間身体に 様々な変化が現れてくる。多くの場合、それは地上へ帰還した際に不都合を招くものとなる。トラスト、仙台活動中の宇宙飛行士宇宙空間では、宇宙船により健康上極めて重大な障害を受ける可能性がある。また、その観点から、各種防護対策が必要である。元航空自衛官の唯亀宮アメリカやロシアの、 バーユーチュー飛行士の初期において多くは空軍、海軍のテストパイロットから選抜された。彼らは軍に席を置いたまま出港の形で NASA に所属する。NASA 職員も国家公務員であるため軍を退職する必要はなく、任務が終了したり適性を失ったりすると軍に復帰するか、操縦士であれば操縦訓練の教官や NASA が運用する航空機の操縦士として、 働くのが一般である。彼らは宇宙飛行士としては元の軍の階級で呼称される。現代では自然科学系の大学を卒業し一定期間の実務経験を有する技術者、科学者、医師からチームワークやリーダーシップの実績、コミュニケーション能力などライトスタッフと呼ばれる資質を有する者を選抜している。NASA では応募者が増えすぎたことや 結果的に選ばれているためとして、2020年から修士号が必須となった。また応募する者の,の傾向としては、南極観測隊や自然環境での救助活動の経験者、自家用操縦士を有する者が多いという。なお現在の NASA では T-38 での訓練を実施している。都合上、操縦士を欲している。 ジャクサが2021年に募集した要項は、日本国籍、身長149.5から190.5センチメートル、強制視力1.0以上、3年以上の社会人に、相当する実務経験、学歴不問としている。資質としては協調性やリーダーシップのほか、社会への発信力など広報能力も重視される。学歴不問であり修士号や博士号は、 実務経験としてカウントされるが、筆記試験は大学教養レベルや国家公務員の採用試験レベルとされる。2008年までは自然科学系の学士号、実務経験は自然科学系に限定されていた。日本では自衛官が JAXA の宇宙飛行士選抜試験を受けることは可能ではあるが、合格した場合には JAXA の職員となるため、 自衛隊を退職しなければならない。弱、JA、a 職員は公務員でないため自衛隊との兼業はできない。2015年までにユイ・カメミヤとカナイ・センシュゲルが宇宙飛行士に選ばれ退職している。両名とも弱、JA、a に在籍したままであるが自衛隊に復帰できるのかは不明。弱、JA、a の職員や海上保安官も要件を満たせば受験は可能で。 2008年の試験では、JAXA の地上管制官と海上保安庁のパイロットが最終選考まで残った。NASA では、定年や移動による自然源に対応するため、常時12名前後の現役として待機させており、これに合わせアメリカ政府職員の求人サイトを通じて求人を行っている。また、軍のパイロットからの選抜も別途行われている。 2020年の募集では12,040人の応募があった。宇宙飛行士の平均年収は各国の宇宙開発機構によって大きく異なるが、大胸書きのような金額である。ありがとうございます。